今日はどんな話をするかノーマン・ミネタ・ヨシオさんのお話です入りますドーン。皆さんはノーマン・ミネタ・ヨシオさんのことご存知ですかぜひこの方は知っていた方がいいです素晴らしい方です大変な努力家でして 人種差別、特に日系人差別と徹底的に戦って生き抜いた方です。アメリカ合衆国の政治家、そして元軍人です。カルフォルニア州の西海岸ですね、そこにサンノゼ市ってあるんですけど、そこの市長さんになったんです。それから政治家としてさらにさらに伸びていくわけです。ビル・クリントンさんが大統領の頃にアメリカ合衆国商務長官に上り詰めました。 それからジョージ・ブッシュ大統領の時にはアメリカ合衆国運輸長官として頑張った方なんです。日系アメリカ人、あるいはアジア系アメリカ人としては初めて閣僚まで上り詰めたんです。お父さんとお母さんは純粋の日本人。お父さんの名前が国作さん。そしてお母さんは金さん。お二人とも静岡県出身です。この二人の間に アメリカカリフォルニア州のサンノゼで5名兄弟の末っ子として生まれたわけです時は1941年日本とアメリカの大戦争が起きてしまいましたするとアメリカは敵国日本の血を引く国民として日系人の皆さんを 収収容所に監すするわけですもちろんノーマン・ヨシオ・ミネタ少年その家族も日系人の収容所に入れられてしまうわけです 2> 第2次世界大戦中はワイオミング州のハート・マウンテン日系人収容所に入れられてしまったんでそこでの体験がすさまじかったようです アメリカ人たちはこの理不尽さ、白人たちのやりたい放題、それをもう目の当たりに体験していくわけです。いや、本当に大変だったと思います。当時の日系人は苦しみです、地獄です。だって真面目に仕事して、働いて、誠実で一生懸命商売もやって、農業もやって、少しずつ成功を積み重ねて、立派なアメリカ国民になったわけです。それを戦争が始まった。 敵国日本人の血を引くからって、全部取り上げて、収容所に閉じ込めてしまったわけです、いやいやいや、これはひどいです第二次世界大戦、その時に行われてるんですけども、アメリカ合衆国、あるいはアメリカの影響下にあった国々、例えばブラジルとかペルーとか、あるいはラテンアメリカ諸国の連合国ですわ。このあたりが日本人、も罪は何もないです。 真面目な日本人を捕まえてて財産取りり上げて無理やり強制収容したんですカナダもオーストラリアもイギリス連邦もみんなアメリカに追随して日本人いじめを徹底的にやったんです当時の日本人のことを考えると胸が痛みますどれほど苦しかったかどれほど辛かったか悔しかったかいやー本当に胸が痛いんです ところが、ハートマウンテン日系人収容所そこで出会いがあるんですこの収容所に慰問で白人の少年ボーイスカウトの団員としてやってくるわけですアラン・シンプソン君という白人の少年がやってきたわけです後のワイオミング州選出上院議員ですそしてミネタ少年吉尾少年と仲良くなってもう生涯の友となっていたわけですとにかく皆さん あの日系人の収容所、その生活も地獄としか言いようがないほどひどいもんなんその中で光が見えたわけです。それがアラン・シンプソン君だったんです。人間とね、どうなるかわかりませんね。決して落ち込んではいかん。なんとかなんとか生き抜いてみせるこの姿勢が人生を明るくするのかもしれません。ミネタ・ヨシオ少年は頑張り屋さんでした。一生懸命勉強されたんです。 カリフォルニア大学バークレコ校ビジネススクール学士課程を1953年に卒業しますそれからアメリカ陸軍に入って日本韓国などで情報商工を務めていくわけです軍人さんを辞めてからお父さんのやってる保険会社ミネタ保険会社というらしいんですけどもそこに勤務して仕事を始めるわけですねそれから政治家の道を歩み始めたわけです 1967年に三ノゼ市市会議員に当選いたしました1971年にはハワイを除くアメリカ本土で日系人として初めて大都市の三ノゼ市長になったわけです1974年にはアメリカ合衆国下院議員に当選するわけです日本でいうと大吉さんですこれは日系人としては初めてのことなんです ハワイではあったんですけども、アメリカ本国では最初の日系人会院議員なんです。それから会院議員の職を20年以上務めるわけです。政治家としてどん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 上り詰めていった。やはり日系人の鏡でもあった人なんです。頑張ったんでしょうね。嫌なこといっぱいあったと思いますよ。だって、日本とアメリカ戦ったんですから。憎しみが渦巻いてる。もう日本人のことを徹底して、 いじめたその時期なんです彼は登り詰めたんです頑張ったんです日系人強制収容その時に受けた体験あの悔しさみじめさそれが生きてきたんですこの日系人強制収容に対するアメリカ合衆国政府の公式の謝罪および賠償それを規定した市民の自由法というのがありますけどもこの成立を見れた吉雄さんは支えたんです。 ノーマン・ミネタ・ヨシオさんの力なしでは、市民の自由法の成立はなかったと言われてます、ノーマン・ミネタ・ヨシオさんは、あの有名なロッキード・マーティン社ってありますでしょ、Z 機作る、飛行機なんか作ってる、そこの副社長もやってらっしゃるの、そして2000年7月21日から2001年1月20日まで、ビル・クリントンさんの33代目アメリカ合衆国商務長官を務めたわけです。 その後、2001年1月25日から2006年7月7日まで、ジョージ・ブッシュ大統領の下で、アメリカ合衆国運輸長官を務めたんです。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロが起きましたよね、そのときにはホワイトハウスに呼び出されて、もう地下深くの大統領危機管理センターで対応に当たったわけです。 それほど重鎮になっていたわけですその手腕も確かなものがあったんです。アメリカ史上初めての出来事です。すべての民間航空機の緊急着陸を命令したわけです。どん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 テロが広がる可能性がある。これは危ない飛行機をすべて着陸しろって命令したんです。同時多発テロが発生しました。国内を飛んでいた4638機の飛行機をわずか2時間20分ですべて 強制的に着陸させたその命令を下したのがノーマン・ミネタ・ヨシオさんなんです緊張感バリバリの時ですアメリカにやってくる飛行機の受け入れを全て拒否したんですアジアヨーロッパから飛んでくる Z 機それをアメリカに降りるんじゃないと命令したわけですそしてカナダに来なさいとやった同時多発テロこの時にもやはり 強制収容所に無理やり入れられらたその体験が生きてくるんですイスラム教徒の皆さん、あるいはアラブの皆さんを徹底的に人種差別をし始めたんで、ジャーナリストたちからの批判、政治家たちからの批判、テレビ、ラジオ、マスコミからの批判、いろんな批判を浴びながらも、立ちはだかったのが、ノーマン・ミネタ・ヨシオさんなんで、自分が子どもの頃に味わった体験です。 お父さんお母さんがいじめられたんです日本人の血を引くものだからといって真面目に誠実に努力した皆さんから財産を取り上げてそして無理やり閉じ込めたこの経験が生きたんでしょうイスラム教徒を差別するなアラブ人たちを差別したらいかん断固として立ちはだかったんです素晴らしいです彼のことはアメリカ人たちも認めているわけです2001 11年月には ミネタの地元のサンノゼ国際空港っていうのがあるんですそこの空港の名前をノーマン・ミネタサンノゼ国際空港と改称したわけです2006年12月には大統領自由勲章を受賞してます日本でも最高峰の勲章である旭日大受章それを胸につけたわけですノーマン・ミネタ・ヨシオさんのお話でした 彼のことを知ると日本人としての誇りも湧いてくるんです。差別と戦い続けた偉大なる人物です。ノーマン・ヨシオ・ミネタさんでした。今日は以上で終わります。チャンネル登録もよろしくお願いいたしますね。ありがとうございました。